フィルダム、フィルダムはダムの形式の一つでコンクリートを主体とするコンクリートダムとは異なり天然の土砂や岩石を盛り立てて築いた構造物である。水を通さない材料を主体とする均一型フィルダム、水を通さない材料からなる層と、層でない層を重ねるゾーン型フィルダム、水を通しやすい材料を主体とし、表面を水を通さない層で覆った。 表面射水壁型フィルダムに対別される。このほか、土と岩石のいずれかで構成するかによって、アースダムロックフィルダムと区別して呼ばれたりもする。ただし、材料を混成して築かれるものもあることから、両者の区分は曖昧であるとして、一括して、フィルダムあるいはフィルタイプダム、もしくはエンバンクメントダム、と呼ばれることがある。ダムを建設するにあたり、その地点、 ダムサイトの地盤が堅固でない、もしくは近傍からコンクリートの骨材が得られないといった理由で、コンクリートダムの建設が困難な場合にフィルダムが、検される。ダム自体の体積、包み体積が大きいことから安定性があるが、腰水、ダムから水が溢れることには弱い。したがって、フィルダムを設計する際は、コンクリートダムよりも、 洪水処理能力に余裕を持たせることが必要とされる。粒の細かい土を盛り立てたもので、全体を均一など質材料としていることから、均一型フィルダムという。その歴史は、紀元前まで遡ると言われ、19世紀から20世紀にかけて、欧米では、土質力学進歩があり、さらに大型建設機械の開発により、高さ300メートルの濡れくダむ。 タジキスタンが実現するまでに至った。日本では土手、土テ堤と呼ばれ、7世紀前半に築造された、鞘山池、大阪府が最初とされる。この技術は日本各地に散在し、主に農業、灌漑用水の確保を目的としたため池が築かれた。アースダム、アースフィルダムと呼ばれるものの大半は、均一型フィルダムにあたるが、すべてを指すものではない。 アースダムの中には内部を数個のゾーンに区分けし、それぞれ異なる性質の土質材料を用いたゾーン型。アースダムがあり、特に粘土やコンクリート、アスファルトなどからなる心壁を内部に持ち、これによって水を遮るものは心壁型アースダムという。ダム内部を数個のゾーンに区分けし、それぞれ水の通りやすさの度合いによって異なる材料を配置したもの。水を通さない。 不透水ゾーンを中心に、その上流側及び下流側を、水を通しやすい、透水ゾーンで固めた構造を持つ、内部射水壁型フィルダムとも言う。中心部の不透水ゾーンは、コア、射水壁と呼ばれ、水をせき止めるものである。コアが基礎岩盤に対し垂直なものを中央コア型、中央射水壁型、上流側へ斜めに傾いているものを傾斜コア型。 軽車水壁型という。前車は沈下、ダム垂直方向の変形による影響が少なく、安全性が高いとして、日本では、試行例が多い。後車は、表面車水壁型フィルダムのコンクリートもしくは、アスファルト車水を土質材料によって変えたもので、それを、透水性の保護層で覆ったものである。ロック材とコア材の盛り立てを同時に行う必要がある、中央コア型に対し、 傾斜コア型では独立してできるという利点もある。不透水ゾーンには粒の細かい土を用いる。ダムをより高く築く場合は思考の容易さも重視されることから、これに加えて、砂礫を1対1の割合で混合したものを用いる。土質材料以外にもコンクリートやアスファルトなどを用いることがある。不透水ゾーンを中心に上流側及び下流側には、 透水ゾーンが設けられる。透水ゾーンを構成する材料によって細分され、土を用いたものをゾーン型アースダム、周辺の山から採掘した岩石、ロック材を用いたものをロックフィルダム、川に堆積した砂礫、グラベル材を用いたものをグラベルフィルダムという。不透水ゾーンと透水ゾーンとで材質が大きく異なる場合は、両者の間に半透水ゾーンを設ける。 コア材の流出防止という役割を持ち、特にフィルターと呼ばる。材質は両者の中間に当たる砂や砂利を用いる。岩石を盛り立てた後、上流側一面を覆った遮水壁で水を遮るもの。フィルダムを建設するにあたり、周辺で良質のコア用土質材料が満足に得られない場合などに用いられる。水位の急激な変動にも強く。 調整地式水力発電や溶水発電用のダムに適している。稼働外の山中や台地を掘り下げ、固定部分を遮水材料で覆って遮水する例もある。遮水壁の材料としては、セメントコンクリートやアスファルトコンクリート、ゴムシートがあるが、中でも現在の主流はアスファルト表面遮水壁である。その他、コンクリート遮水壁は、 鉄筋コンクリートを用いたもので、アスファルト射水壁の施工技術が確立されるまでは、主としてこの工法によった。ゴムシート射水壁は小規模なため池に用いられるに、とどまる。射水壁は硬いことから、土質材料をコアとして用いた、ロックフィルダムに比べダム自体の変形による影響を受けやすい。ダムの変形としては、沈下があり、ダムの大部分を占める岩石。 ロック材がダムの重みで潰され、徐々にダムの高さが落ちていくというものである。これがダム全体で一様でない場合を不当沈下という、一定の高さに盛り立てるごとにロードローラーなどを用いて鳴らすことで、完成後の沈下を抑えることができる。天馬から固定まで及ぶ、射水壁の点検や補修作業のため、一切の水が抜かれることがある。このため、 表面射水壁型フィルダムの多くは底部に排水路を設けている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。